イーリーは、イギリスのイングランド東部、ケンブリッジシャーの都市。ケンブリッジの北東 23km にある。2001年で、人口およそ1万5000人。イーリーは、死教座都市であるため、非公式ではあったもののシティとされており、1974年に、ロイヤルチャーターが授けられたことで正式に、シティとなった。イーリーはイングランドで3番目に、小さなシであり、 イギリス全体では6番目に小さい。市には歴史的な建造物があり、魅力に富んでいる。毎週木曜日から土曜日まで市場が開かれる。イーリーはグレートウーズ川のほとりにあり、18世紀に泥、沢自体が干上がってしまうまでは目立った川港であった。周囲が干上がったことでイーリーは島ではなくなってしまった。川は広大なマリーナのある人気のある。 フナび地帯である。ケンブリッジ大学のボートチームは、グレートウーズ河岸にボートハウスを所有し、オックスフォード大学と毎年対戦する、ザ・ボートレースのために、ここで練習をする。1944年度のボートレースは、イーリー近郊のグレートウーズ川で行われた。これは唯一テムズ川で開かれなかった、ボートレースである。この時のレース始めは、 ケンブリッジ大学がリードしたにもかかわらず、オックスフォード大学が勝った。イーリーという地名は、うなぎを意味する、言葉いると、島を意味する愛、または絵から生じたと言われてきた。ここには、うなぎのたくさん取れる島があったのである。これは、低地に広がる泥、沢自体にある島は、歴史的に非常にジメジメしていて、うなぎが豊富に取れたとされることから、イーリーの場所に間違いない。 11世紀、町の聖職者たちが税を納める時に通貨として、うなぎを用いたとすら言われている。死の原型は、673年に創建された修道院にあった。それは、クレーテンデューンの村の北1 6トルにあり、聖セ,セルレダの日後かにあった。修道院は870年に、バイキングの襲来で破壊され、100年以上、再建されなかった。 この地は、ウィリアム一世の支配に対し、イングランドで最後まで抵抗した場所の一つであった。伝説的な、サクソン人首領、ヘリワード・ザ・ウェイクは1071年まで降伏しなかった。壮麗な、通称イーリー大聖堂と呼ばれる、正式名、聖なる不分割の三位一体境界聖堂は、フェンズと呼ばれた低地に広がる泥。 沢自体をその塔から遠く眺められていたことから、フェンスの船という呼び名で知られてきた。イーリーの司教座は、林間司教座の外に1108年に創設された。大聖堂は1083年のウィリアム一世の第に工事が始まり、1351年に完成した。その間、1322年には、主要塔が崩壊し八角形塔に再建されているので、 斉藤と共に目立った外観になっている。イーリー市教官家つは1109年に設けられた。市は1381年に起きた農民反乱に巻き込まれた。フリバー・クロムウェルは1636年に超税人の地位を継承後、数年間イーリーで暮らしていた。16世紀からあるかつての彼の家は当時のものを展示した美術館であると同様。 現在観光情報局のオフィスとなっている。イーリーに関連した歴史的記録には、イングランド国教会の教区の同規模、裁判記録、地図や写真といったものが含まれ、ケンブリッジカウンティ記録事務所内のアーカイブスが保有している。イーリー大聖堂は、近接する都市ケンブリッジの大聖堂である。ケンブリッジは、自前の大聖堂を持っておらず、イーリー市教座の管轄内にある。 主教座は、ケンブリッジシャーの3900平方キロメートルの教区と341軒の教会、61万人の信者を抱えている。南部の一部は、チェルムスフォード主教区、西部は、ノーフォーク主教区、一部の教区がピーターバラとエセックス、そして一つが、ベッドフォードシャー内にある。フェンセンのイーリー駅があり、ケンブリッジを経由して、 ロンドンへの直通列車が運行されている。また、ノリッチやイプスウィッチといったイーストアングリア地方、バーミンガムへの列車も当駅を発着する。ありがとうございます。